iPhone15 で撮ってますよ。どうですか iPhone15 Pro。 あーうまい。変わらぬ味かどうかチェックしないといけないじゃないですか。これは裏切らないね。あゆめです。こんにちは。どうも。今日僕はこちらランドのチェダンボイジャーに来てますよ。今日はですね10月の下旬なんですけど、こちらボイジャーセット見てくださいよ。シャイナーボイジャー冬の風物詩、豚角煮と麻婆豆腐なんかけ麺、これ今年も始まりましたね。この食レポもう何年目って感じですよね。はい、これですね、変化する僕の姿も楽しめますのでね。はい、これ今年も2023年もレポートしたいと思います。はい、じゃあ今から行ってきます。はい、並んでます。あとちょっとね、実は結構並んだ。やっぱりチャイムボイジャー大人気だね。いつのアプリ見てもね60分とかなってるんですよね。はい、今日日曜なんでめっちゃ混んでます。でですね、僕いつもこれ裏技でね、小ライス、裏技でライスをもらってるんですけど、ちゃんとねライスもらえるのかどうかちょっと実験してみますね。なんかもしかしたらね、裏技でライスはもう提供できないんですよってなってるかもしれないので、なので一応ちょっとね、小ライスもらえるかちょっと試してみます。はい、もうすぐオーダーです。でですね、新しくちょっといいですか。まずね、スパイシーハリッサソースとブラックマーラーソースがこれ買えるようになったのと、あとですね、なんとこれトッピングでですね、これ白髪ネギとメンマだけになって煮卵消えましたね。なんと煮卵ない。せっかくねダイエッターなんでタンパク質取ろうと思ったのにな。はい、でこのボジュラーセットにですね、ちょっと半ライスつけれるかちょっと試してみたいと思います。はい、やりました。ライスオーダーできましたよ。よかったよかった。250円だ。なのでぴったり2000円ですね。ちょうど切りも良くなるしいい感じです。よかったよかった。でホットコーヒーなくなってました。信じられない。ちょっといいですか。はい、ドリンクね、セットでホットコーヒーしようと思ったら、ね、ホットコーヒーなくなってるんですよね。ホットがウーロン茶とジャスミン茶だけなんですよ。はい、買ってきましたよ。今年もこちら豚角煮と麻婆あんかけ麺ですね。やりました。はい、そして小ライス裏技で、はい、つけてもらいました。200円ね。ニャンギン豆腐と昔あったね半熟卵はなくなりましたね。でドリンクもですね、ホットコーヒー前はあったんですけどなくなりました。残念。はい、ライス220円なのでこれで合計2000円ぴったりですね。はい、まだまだ他にも裏技ありますので紹介します。まずはいただきます。はい、 iPhone15 で撮ってますよ。どうですか iPhone15 Pro。 めちゃめちゃよくね、これ。ほら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 、この舐めるこのカメラワーク、すげーうまそう。ツヤツヤしてますね。うまそうです。はい、いただきます。はい、いただきます。実はね、今日仮装でですね、これミニスタコーデなんですよね。ミニの秋衣装のバウンドできてます。はい、じゃあね、裏技、まずはこの半ライス、そしてもう一個裏技がありまして、割り箸です。これ割り箸言うともらえます。やっぱラーメンなんでね、プラ箸だとツルツルしちゃうんで。はい、いいね割り箸。ではでは、いただきます。いやー久しぶりだよ。もう先にちょっと麻婆豆腐からいくかな。はい、麻婆豆腐からいきます。いただきます。あーうまい。ちょっともういきなり麻婆ライスでいきます。おーおー、あーうまい。わかりますか、麻婆ライス。めちゃめちゃうまい。ただね、四川風の本格麻婆豆腐ではないね。なんかの、わかる？丸みや系ですね。おかわりみたいな。丸みや系麻婆豆腐です。じゃあ麺いくよ、いただきます。うん。待って。めっちゃ跳ねる。これ跳ねるね。やっぱレインとの麺とのソーシャルディスタンス要注意。これやばいやばいやばい。これゆっくり慎重に取らないと、これ仮装の人とかも大変ですね。ゆっくり慎重に。うん、これ普通の麻婆豆腐と違うよね。この豚角切りなんで、豚角煮と麻婆豆腐とこの甘いスープとライスっていうね、ご飯がはかどるはかどる。
これもともと豚の角煮の用のライスだからね。豚角煮もご飯はかどる、麻婆豆腐もご飯はかどる、だからはかどるの2乗ですよね、これ。だからはかどるはかどるなんですよ。すごいわ。はい、今日はね、最近食レポを付き合ってくれてる浩司くんも今一緒にいますの。これ今更だけどさ、味濃いよね。味濃いです、ね。うん、角煮で濃いし、麻婆豆腐で濃いので、ダブルで濃い。うん、ね、濃い濃い、味濃い濃いなんで、ご飯つけて本当にね、ちょうどいいぐらいだよ。ラーメンの麺だけではね、辛くて持て余すと思う。やっぱこれライスつけてちょうどいいって感じですね。その人の腹の減り具合にもよるけど、今お昼で、ちょっと今日朝ご飯ね、時間なくて朝抜いてきたんで、これ朝ごはんなしでもういきなりこれでね、朝昼兼でチャレボージャーってなったら、もう絶対これもうライス必須だね。めちゃくちゃうまいし、量もちょうどいい。だってこの角煮とご飯だけでも本当美味しいもんな。うん、うん、はい、これですね。もうこの食レポもう僕5回目6回目ぐらいで、いやー皆さん またかよとか、その食レポ去年見たよとかっていう人いると思うんですけども、いやこれ違うんですよ。これね、変わらぬ味かどうかチェックしないといけないじゃないですか。でね、もう言っちゃいますけどね、変わらぬ味です。もういつもの去年食べたあの味です。なのでこれ安心できます。まあ、あえて言えばね、半熟卵がなくなってるので味変が楽しめないっていう、それが欠点かな。なのでチャイナボイジャーのあの麻婆麺にライストッピングで食べるのが好きなんだよっていう人いますよね。もうそういう人に向けて食べてます。もう安心してください。もうまた今年も、ね、裏切らない、はい、毎年食べてるあの味が今年もちゃんと味わえます。大丈夫です。はい、半分総評ですけど、多分これ値段上がってると思うんだよな。ライスつけて2000円だったら絶対覚えてるので。で、煮卵がないのと、この杏仁豆腐もね、昔なんかね、なんかドナルドのお尻のニラまんじゅうとかだったりして、付け合わせも年々なんか違うんだよね。なんですけどベースの部分は変わってないし、ライスの裏技もこの健在なんで、まあ許せますね。全然 OK ですね。え、だってベースの部分が変わっちゃったら嫌じゃないですか。角煮が抜けてるとか、ライスね、つけれないとかだったらショックでしょ。なんで基本の一番大事なところは変わってないんで、まあ OK ですね。いや本当ね、味が濃いのでライスだってちょうどいいですよ。はい、あと味濃いけど僕はスープ全部飲むスタイル。もうチャイナボイジャーの豚角煮麻婆あんかけ麺スープ全部飲むっていうと大抵の人はびっくりする。残してるな。いや俺は飲むんだよ。どうするこれ、一蘭みたいにさ、とかグランマスラみたいに全部食べたらキャラの絵が出るとかさ、やったミニだったみたいな一蘭スタイル。そんなわけないね。いやこれね、スープちょっと甘辛いんだけど、でもやっぱね、ひき肉とか入ってるんでね、最後の最後まで美味しく飲めますね。僕みたいにね、濃い味が好きだったらこれ全部いけると思うな。はい、行きました。見て、どうだ。でもそろそろちょっと塩分のこと考えないとね。はい、デザート杏仁豆腐いきます。杏仁豆腐昔なんかミルクプリンみたいなね、なんかドアの形してたやつも確かそういう時代もありましたよね。今回なんかバットっていうんですか、大きなやつからね、お玉でガッガッとこう盛り付けるこうランダムな形になってますけども、あー美味しい。なんかシナモン効いていいね。はい、完食しましたよ。ラーメン完食、ライスも完食、杏仁豆腐も完食、全部完食、うまかったです。
はい、チャイナボイジャーの豚角煮麻婆あんかけ麺を完食しました。はい、今年も美味しかったな。これは裏切らないね。ちょっと値上がりした気がする。かつね、ちょっとメニューもサイドメニュー変更なんかありましたけども、はい、基本のベースの部分は変わってないので、これ今年も安心して食べられました。良かったです。なのでチャイナボイジャーのあのあんかけ麺ね、すごい大好きで毎年楽しみなんだよねっていう方も多いと思います。大丈夫、もう期待を裏切らないです。今年も美味しかった。はい、ちゃんとね、この裏技のね、あのハンライスつけるのもできたし、あとはこのね、割り箸もらうのもできましたんでまあコーヒーなくなったのが残念なのと、あと数年前まであった半熟卵がなくなったのもちょっと残念かな。そのぐらいかな。はい、なのでとりあえずちゃんとね、あの味はバッチリ、その代わりね、あの変わってなかったので、それはご安心ください。美味しかった。これまたリピートしたいな。これ春までやってるんだよね、半年ぐらいずっとやってるので、これ寒い時ね、今日ちょっと気温冷えてきてね、ちょうどもうあったかいラーメン食べるようなね、ちょうどいい季節なんですけどもね、これからねどんどん寒くなるのでね、またこれリピートしたいと思います。めちゃくちゃうまかった。はい、以上チャイナボイジャーのバーボンかけ麺の紹介レポートでした。じゃあねー。